サブチャンネルを作ったチャンネルには白河仮面の2軍あ？お前な、何言ってるかさっぱりわかんねえよ。もっとはっきり喋れ。どんどん募集しろ。どん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 募集してこい。おいおい、お前な、人にな、物を頼むの時はな、ちゃんとこうやって頭を下げてお願いしますんだ。よろしくお願いしますだ。そうだろ？よろしくお願いします。人にもね、物を頼む時はな、そういう風に頼むって昔習っただろ。お前さ、人に公正に頼む割にはふざけたマスクとふざけたことしてんじゃねえかよ。俺様はかぼちゃの、かぼちゃの妖精なんだ。かぼちゃが？かぼちゃ、そりゃ、見た目も前からいいじゃねえよ。いや、どう見てもかぼちゃだろ。これが豚に見えるなんておかしいだろ。豚に見えるんですよ。豚じゃねえ、かぼちゃだろ。どう見てもかぼちゃ。豚でもかぼちゃでもどうでもいいんだよ。ふざけて真似するかね。分かったか？聞こえてんのか？耳がないから聞こえません。耳がない。どうして、なんすか？これ耳じゃない。プラスチック。これ耳、あれか。悪いことして昔。尊敬だから。これはプラスチックのおもちゃの飾りだから何にも聞こえないんだ。いや、悪いことしたら鼻、機械で鼻が短くなって。あ、だからそんな短かった。短かった。その反動で頭でかくなっちゃった。あ、こんな耳も頭も、一緒になる、ボーンとでかくなっちゃって、こんなの参った。でもかぼちゃはあれじゃないか。おい、どうやって鼻くそ取るの？鼻くそなんか取らないの？取らない。だねー。鼻くそこの中いっぱい溜まっちゃって。耳もなかったら耳くそ取れねえじゃん。耳くそも耳の中にいっぱい溜まってるんだ。じゃあ、あそこも溜まってるのか。あそこも、溜まってんのか。ありがとうございました。